ねえボスケ。ああ、あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。ああ、わかった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。では、お気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。いいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。あれが工場でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。市場の方までずっと賑わってるぞ。ここの飲み物全部いいんだよね。そうなんだ。
井さん昇進だって。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ、ここテゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。気持ちいい。うん。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな。楽しかった。うん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。